ナガンです。今日はこれを作ります。使うのは以前紹介した無印良品ガラス小物容器チューです。高さ10センチぐらい。まずプロトタイピングしてみます。使うのはエピウェブとコルクですね。あと赤ドマソイル、だいたいいいんじゃないでしょうか。次は壁を作っていきます。エピウェブにハイグロロンという保湿力の非常に高い素材を貼り付けます。つけているのはグルーガンですね。周りをきれいに切って、次はコルクにハイグロロンを貼っていきます。このハイグロロンゾーンに苔を貼ります。これハイグロロンなくてもいけると思うんですけど、今回は試しにこれで苔を保湿してみます。形を調整したら同じくグルーガンで止めます。コルクはグルーガンでも接着できますね。次、苔なんですけど、今回は2つの苔を使ってみます。壁用に尻尾苔、コルクには細葉沖縄苔をつけてみます。苔2つとも結構綺麗ですね。壁用には垂れる感じの苔を使ってみようということで、細葉沖縄苔にしました。だいたいどれぐらいの量が必要か見積もって、取り分けたものをカットしたりして、あと洗ったりして用意していきます。これ洗ってきました。黒い部分をですね、カットしてから植えた方がいいです。壁にはまた同じくグルーガンで接着します。結構いい感じじゃないでしょうか。コルクにも苔をつけていきます。同じくグルーガンでつけます。この時ちょっと接着が甘かったので、後で苦戦することになります。あとはもう組み合わせるだけですね。実は下の方に苔は必要なかったんですけど、つけちゃって失敗しています。あ、いい感じじゃないでしょうか。コルクも入れてみます。この時に接着が甘くて苔が取れましたね。調整して赤玉ソイルを入れて、
これで完成です。結構簡単にできると思うので、よかったらやってみてください。バイバーイ。